きっかけが何だったかは覚えていない。ただ物心ついた頃にはもう憧れていた。誰もが子供の頃にヒーローに憧れるように、そうなりたいと思った。ただ他の子供たちと違うのは、僕のそれは一時の熱病などでは決してなく、もっと深い心の底で燃え続け、いつまでも消えることなく僕を突き動かした。強くなるために必要なものは全力で習得した。学校では平凡を貫いた。決して目立たない人畜無害なモブ A。 しかしその裏では修行に全てを費やした。周りのみんなが成長して憧れていたヒーローの存在を忘れていっても、少しだけ、ほんの少しだけ戦地な気分になったりもしたけど、僕はただ目指し続けた。いつか来るその日のために。いつもの修行を終えると、あたりはすっかり暗くなっていた。未知なる力はまだ身につけていない。しかし最近続けている修行には今もそうだ。修行を終えたこの身は、頭の中がチカチカと輝き、視界がグラグラと揺れて、魔力か、あるいはオーラか、その影響を確かに感じるのだ。今日の修行も実に充実したものだったと言えよう。修行着に着替える際、森で服を脱ぎ捨てることで森羅万象を感じ、石に頭を打ち続けることで物理的に雑念を排除し、かつ脳に刺激を与えることで未知なる力の覚醒を促す、極めて理論的な修行方法である。ああ、視界がぼやける。まるで脳震盪でも起こしたかのようだ。魔力魔力魔力ふわふわと、まるで空を飛ぶかのような足取りで僕は森を降りていく。その時ふと揺れる光を見つけた。まるで宙を泳ぐかのように横切っていく二つの光。不思議な光だ。まるで僕を誘うように怪しく導いている。魔力魔力。僕はおぼつかない足取りで近づく。魔力だ。ついに僕は未知なる力を見つけたのだ。僕は二つの光の前に飛び出し、捕まえ、うわ、衝撃が体を貫き、僕の魔力、高校最後の夏、影の実力者への道は突然に断たれたかに見えた。クレアは弟を欲しがっていたからな、きっと喜ぶぞ。これは…でも変ね、全然泣かないわ。なるほど。おぎゃー、おお、元気な鳴き声だ。気のせいだったみたいね。何がどうしてこうなったか、まあそんなのは些細なことだ。何しろ周囲は魔力で満ちていた。最後に見た2つの光とは少し違う気がするが、まあ些細な問題だ。あ、そうそう、さらに些細なことだが、ついでに転生していた。きっと魔力を見つけて転生の扉でも開いたのだろう。どうでもいい。とりあえず現在の僕は生まれたばかりの男児。意識がはっきりしたばかりだし、時間の感覚もまだ曖昧で、正確なところはわからない。何より言葉もわからないし、中世ヨーロッパぐらいの文明っぽいってことがわかれば十分だろう。意識が覚醒してすぐ、僕はこの魔力に気づいた。ふわふわと漂う光る粒子の姿は、前世の修行で精霊を探すためお花畑を全裸で走り回った時の感覚にそっくりだった。あの修行は無駄ではなかったのだ。その証拠に僕は魔力をすぐ知覚し、そして今では
手足のように操ることが。僕は前世では夢物語だった魔力という圧倒的な力を手に入れた。それが全てだ。この力さえあれば。もうすでに身体強化ができることは確認している。赤子の有り余る時間を修行に使い、僕は今度こそ影の実力者に。あ、うんこ出る。そういえば鳥はうんこ垂れ流しらしいが、人間の赤子もほぼ垂れ流しに近い。どれだけ理性で抗おうとも本。しかし修行に明け暮れた僕は身体強化で肛門活躍筋を締め上げ時間を稼ぎ、その間におぎゃー人を呼ぶことができるのだ。多分10年ぐらい経ったと思う。魔力はすごい。人間の限界を軽く超えた動きができるのだ。岩とか余裕。ただしまだ核は無理。魔力で強化すれば防御力は上がるけど、地球兵器の火力は偉大だ。この世界に核はないし、別にいいかとも思ったけど、妥協してなった影の実力者に価値はあるのか。ない、皆無だ。よって僕の目標は核に勝る力を身につけることだ。そのために日々研究と修行を重ねた結果、僕が可能性を感じたものが一つだけあって、最近は実験の日々が続いている。ああそうそう、転生したのは片田舎の貴族影の男爵家。魔剣士と呼ばれる魔力で体を強化して戦う騎士を代々輩出する家系だ。僕はこの家の期待の跡取りではなく。才能豊かな姉の影に隠れば、ごくごく平凡の魔剣士見習いのモブ A として育っていった。影の実力者は実力を見せる相手と場所を選ぶのだ。そう、来たるべきその瞬間まで。そんな日々を過ごしている僕であるが、日中は貴族としての勉強やらモブ A になりきるための付き合いやらで、自由な時間は少ない。そんなわけで修行は自然と夜遅く、みんなが寝静まった後に行うことになる。